メンタルが豆腐ぐらい柔らかい皆さん、こんにちは、すぐです。ツイッターのリプ欄にですね、やってほしいゲーム何ですかって聞いたところ、いろいろ来たんですけど、まあ、とりあえずね、1個目やっていくのが、豆腐少女、ちょっと気になったんで、YouTube でね、ちょっと検索したところ、もう1秒ぐらいだよ。ささっと1秒ぐらい検索したところ、なんとなく、良さげなゲームっぽいんで、普通のね、いつも通りの昨夜でね、実況していこうかなと思います。普通に神ゲーだと思うんで、やっていこうかな。グラグラモードとか、通常モード、どっちがいいんだろうね。いきなりグラグラモードするやついないよね。ちょっと、あえてこっちからやってみていい？このなんか主人公なんかさ、ちびまる子ちゃんみたいなやついいんだけど、ね、真ん中に 真ん中にちびまる子ちゃんのちょっと老けたバージョンみたいな。とりあえずグラグラモードでいきなりやっていきましょうか。スコア80以上達成でか、あ、ごめんなさい。お前にはまだ早いよ、みたいな感じでね、拒否されたんで、今回、通常モードでやっていきまーす。豆腐、ん？どうした？無料ゲーム開発してますので、収益を出すために広告表示してます。もし開発者に豆腐1丁おごってくれたら、明日の食事に ああ、ここまでね、そういうとこ、ああ、こういうの好きだわ、俺。なんか、世界観大事にしてるゲームってめちゃめちゃ好きなんだよね。おごるよ。すいません。おごるよって押したらこれなんか、録画止まっちゃう気がするから、家にして、一旦。スポンサー広告、あ、メイクスピンのアニマル。はい、あ、終わりか。俺、今のスコアゼロだったんじゃない？もしかして。ちょっとね、2回目やっていきましょう。タップしたらいいんでしょ、これ。ここだ、嘘でしょ？終わり？何？10点に達成すると豆腐原則が、どういうこと？豆腐原則って何？ねえ、新しい用語出さないで。俺絶対さ、人生において豆腐原則っていう言葉をね、一生使わないと思うんだよ。このアプリを通じて初めて豆腐原則を合わせたよ、この組み合わせ。10点以上に達すると豆腐原則が終了します。意味がわからん 意味がわからん。とりあえずやっていきましょうか。普通にさ、進んでいこう。ちょっと早めにジャンプするのがいいのかな。こんな感じか。横カム来んの？これ待って。これさ、あんまり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 さ、左に左に右に行ったり、はい、右、左からの、なんか、ポシェットみたいなのゲットしたよ。ポシェットみたいなのゲットして、右、右、右からの左、左んこし、やばい、シンキャラキャラ、危ない、危ない。待って、何これ。あの豆腐大丈夫？もう、あれ、多分ね、崩れるよ。崩れ落ちたメイク、すっぴんのアニマルになっちゃうよ。で、これ50まで行って、50まで行きます。なんでこんな、これ、めちゃめちゃなんか俺、早口なんだけど、ごめんなさい。なんか、こんな、普段からこんな実況じゃないのに、めちゃめちゃ早口なんですけど、待って、サンキュー！無料復活します。てんてらてんてんてん、何？放置少女？こういうゲームじゃないでしょ、どうせ。ねえ、どうせこういうゲームじゃなくて、なんか、ただ放置するか、ダンティクルキュッチャカッ。ジャンプします。ジャンプして、左から来ます。いいよ。今んとこ、うまくない？これ真ん中でさ、真ん中でキープするのが多分理想なんです。嘘！早くないね。動画視聴で視聴者プレゼント？いや、なんで俺がしないといけないの？視聴者プレゼントおかしいって。なにこれ？またこれ！やっていきましょう。何かの卵をゲットした。な 何かの卵って何？すごくないか 真ん中やばいでしょうね。今見た？何？ジャージゲットした。また広告見せようとしてくんじゃん、このゲーム。ねえ、これさすがに結構にしとくわ。ゲーム気に入ってくれた。ごめんね。高評価押したら多分レビューいっちゃうよね。断る。×を押します。何？何？ノースリーブだって。ノースリーブゲットしました、これ。ノースリーブ。どうしよう。ちびまる子ちゃんもなかなかいいと思ったんだけど、なんかランダムとかあるんだ。めっちゃコスチュームあんじゃん。ねえ、めっちゃコスチュームあんだけど。じゃ、動画見ると解放されますよって感じか。なるほどね。で、豆腐とかも変えれるんだ。豆腐変えちゃったらこのゲーム豆腐じゃなくなるんじゃない？大丈夫？豆腐変えちゃったら、レンガとかになったらさ、さすがに豆腐はと、もうこれに関してはさ、豆腐じゃないじゃん。ねえ、豆腐少女じゃないじゃん。もうビーチ少女になっちゃうから。ケーキ少女とか。待って、80スコアまでいけたらさ、なんか言ってたよね、グラグラモードできるって。ひとまず今79だから80まで行きたいよね。行きます。はい、やります。か、ジャンプジャンプジャンプ。いや、なんかちょっと下手くそになってるな。で、急に速くなんのよ、こいつ。なんかさ、急にさ、ひねくれてくんのよ、この豆腐たちがね。豆腐たちがひねくれてて、はい、いい感じです。これさ、なるほど。
連続でやればやるほど、あれなんだ、ポイントが、よく、稼げ、かんかん、急に遅くなる。で、急に速くなるから。これ怖いからね。本当に。怖い。待って。ベスト。何？来る。あ、待って。早くなったり、遅くなったり。待って。ホラーゲームなんだけど、マジでね。何これ、アリエルみたいな音がね。グラグラモードが解放されました。プレイしてみましょう。どうしよう、プレイしてみようかな。グラグラモードできるようになったもんね。やってみていい？一体何なんだろうね、グラグラモードって。何これ、何が変わってんのこれ、どういうこと？何も変わらんのだけど。何これ、どういうこと？何もグラグラしないよね。ね、グリとグラぐらいしかグラグラ。あ、そういうこと？何それ、何、めっちゃむずいんだけどね。面白。でも、待って、もう一回やりたい。真ん中積んでいかないとマジで終わるみたいな感じか。積み木モードみたいな感じ？積み木モードってやばいな。やばいなって、もうイントネーションがいろいろやばいんだけど。で、これ、ちゃんと真ん中キープしていかないと、ガチで終わるって感じのステージっぽいですね。これやっていきます。はい、やっていきます。嘘！マジで？それでダメ？ビシじゃねえよ。ですね、グラグラモードの方があまりにも難しいんで、ちょっと通常モードでね、スコア100を目指そうかなと思います。ちょっと練習してきました。まあ、練習の成果っていうのをね、皆さんにこれから見せていこうかなと思います。まあ、初見でね、これからね、あ、このゲーム面白そうと思って、やられる方もいると思うんですけど、もうね、初見では抜かれないぐらいの、皆さんがね、もう追いつけないぐらいのもうスコアをね、出していこうかなと思います。まあ、さすがにね、俺もゲーム実況結構やって長いんですよ。多分1年ぐらいかな。うん、そんな長くねえ。そんな長くねえけど、まあ、とりあえず、結構長いんですよ。なんで、このぐらいの、エナナンはプロセカじゃない？何？どうした？あ、そういうことか。豆腐ゲットしたんだけどね。ごま油豆腐みたいなゲットした。あ、なんか待って、シンデレラもゲットしたし。すげえ。待って、いろいろゲットした。シンデレラこれ、着替えれる？俺。着替えたいんだけど。あ、来た！かわいい。これにしよう。めっちゃかわいいじゃん、これ。強くなってんのかな、これで。購入したらどうなる？豆腐購入して。なんで豆腐購入して人が出てくんのね。おかしくない？もう一回やっていい？ずしとか言って。はい。豆腐？なんで豆腐じゃないのね。なんか、赤ずきんみたいな出てきたんだけど。赤ずきん、マッチ売りの少女みたいな。マッチ売りのポットが出てきたんだけど。さあ、シンデレラでやっていきましょう。これ多分ね、強いと思う、シンデレラ。あ、いい。あ、めっちゃやる気出る。なんかさ、急にガチ勢感出ない？シンデレラにして、ちびまる子ちゃんから。いいね。これ、やる気出るかもしんない。うまい。やっぱりさ、シンデレラの方が強いとかない？これ。ほら。あー待って、なんかさ、いろいろ演出あったね。このゲーム凝ってんな、なかなか。やるね。でもね、豆腐こんなに積み上げてね、なんつうんだ？競い合うとかね、実際やっちゃダメだよって言いそうになったら、飯田さんの誕生日はいつですか？知りません。ちょっと待って、マジで。俺さ、普通に真剣にやってるんだけどさ、100全然いかないんだけど。やばいわ、ちょっと待って。本当に慎重にやるわ。実況しなかったらね、もうちょっとうまくいけるんですけど、そんなにね、俺、実況しながらってね、あんまりね、うまくできないんですよ。もうゲーム実況者やめちまえって言われるかもしれないんだけど、俺はその言葉に対して、やめますって言いたい。やめます。ゲームもやめさせられました。ね、待って、本当に。ね、100行きたいんだけど。でもそんないけない距離ではないはずなんだよね。こうやってね、3ずつ取っていったら、多分そこまで大したことないと思うんですよ。いいよ。これね、多分、早すぎてやばいんです。やばいんです。で、このまま行きます。いいよ。このまま来て、このまま行きます。豆腐を積み上げていきます。急に速くなるかな、こいつ。ね、急にグレるから。何？すごい。何今の？そんなのあんの？やばい！もう100いったんだけどね。こんなもう、
最強じゃん俺、最強の少女じゃん。最強の少女実況者になるよ。少女実況者ってなんだ俺って。性別まだ公開してないんですけど、少女ってみんなに思われてんのかな。やばくないこれ。ロケットインザロケット、ロケットインザロケットして、で豆腐の豆腐、これ大丈夫、めっちゃ積み上がってるけど、そのままいきます。これ待って、やばくない？ 200いける？急に遅い、急に遅くなって速くなる、急に遅くてか速くなる、急に、ああ